Hey everyone, SMG here. Welcome back to another video. We're going to be checking out day 2 of Tokyo Game Show Hyrule Warriors Age of Calamity. Yo, this is going to be great. There's going to be some more gameplay and I'm finally reacting to it. It came out yesterday, but it doesn't matter. We're still going to check it out. It's going to be really fun. And also Pokemon news tomorrow. So, going to get some Crown Tundra news, so I'm going to react to that like after one of my classes, so I can't wait for that. Anyway, guys, make sure you watch the original link, subscribe to something something tube, I don't know, but this is where the Game Live Japan thing is, and yeah, it should be around this 4 hour mark. So yeah, let's start this in 3, 2, 1, let's get to the Zelda news. 2020ゼルダ無双厄災の目視録実機プレイたっぷり見せますスペシャル生放送。Let's get to the Zelda news in 3, 2, 1, let's go. はい、始まりました。青木瑠璃子です。よろしくお願いします。11月情報皆さん番組の PC でいきます。目視録よろしくお願いします。ありましていただくことです。はい、なんでしょう。はい。バン。ではここにも見つけてほっとですけど、まずあ、足も呼びかけ。のだにでは、いいのですね。それをお願い。説明。キャッチコピーもですね、体験、その、はい、にご用意ができたり、テレソードもできたのをお願いしましたけど、で、案内のテレビです。いただいて、姿も進行会ということで。はい、松下さん、例の。今日はですね、お店の情報を、ストーンをだけ、まあ、では、あれの方を切り替えて、いただいていいですか。お願いします。お願いします。Okay, here we go. あれ、マップは違いますね。Finally, とはまた別のステージ。制限じゃない。I had to skip a lot of part to find the gameplay, but yo, hey, オブレスファンの方はここがどこか、そうですね。見つけられたりとか。Wow, looks nice. はい、昨日も登場したモリブリンですね。と、リンクの装備が、装備が頭まで被ってますね。アイリア兵の兜も装備して、はい、アイリア兵の装備でちょっとおさらいになるんですが、はい、強敵との戦いの時はこうウィークポイントゲージが露出した際に、はい、チャンスとばかりに攻撃して、ナイス、ドスコンボ、動きをしっかり見ながら戦っていくというのがキャンプとなります。おひい様がいますね。おひい様がおひい様もいましたね。今インパもみんなと一緒に戦えるんだ。そうですね。で、各キャラ固有のアクションがありまして、リンクの場合は弓攻撃ですね、はい、弓攻撃をコンボの中で繰り出すことがで、はい、素早く敵を攻撃します。うんうん、I just see a Kako 今これ左画面に、oh, never mind. It's the egg baby. It's the mini guardian. I thought it was that. But it's fine. Oh, this is where you finish it off. Yeah, let's go. デスマッシュでとどめを刺す。Let'sFucking go! 左に出てる画面のキャラクターに、戦闘中に切り替えが可能ということですか。はい。Now you're playing as a young Impa. Let's go! Let's fucking go! インパあまり昨日はアクションを見せできなかったかなと思うので、はい、今日はもう少しじっくり見ていただきたいと思います。こういう坂とか見ると、Oh, you can use the paraglider. Nice. はい、ご紹介したアイスメーカーがですね、今回those are the 地面足元に氷を出して自分が飛び上がるという技になっていまして、そこからパラセールであったり空中攻撃であったり、空中攻撃、空中からさらに弓のコンボであったり稼いでいきます。で、また昨日は You can electrocute him with the magnet. マグネキャッチですね。はい。鉄箱であったり、敵の金属製の武器を集めて攻撃に転じるというような使い方になります。本当だ、敵の武器も吸ってますね。そうですね。ああ、なるほど。
でアイテムアクションティアンエンパイアゲン、レッツゴー違いまして、で昨日はお見せしてないんですよね、アイテムインパー。あ、そうですね、はい、なので、はい、お見せしようかなと、はい、インパの場合は金属を集めて敵を一刀両断するというアクション。ナイス。同じそのシーカーストーンの、はい、違うんですね。そうですね、戦い方によって利用の仕方が違いまして、なのでどのキャラで政治のどんなものを利用するかによって戦い方がユーザーの方ごとに多彩になっていくというような形です。なるほど。This death mounting gameplay is pretty cool. でインパのアイスメーカー、ね。You can slide it. What? 乗ってる。100KO. Wow. Holy shit. そうですね。Holy shit. 乗りました私も。うん。タロック。あ。タロックでは敵を止めて。You stasis. あ、そんな全員に。Yeet! 方向に飛んでいくみたいな。Yeet! 分かるんですね。Just yeet it, big yeet it, all them all the way. はい。Nice. Let's go. I did not expect this. This is just so cool, bruh. Bruh is so cool. Oh, use it again. Yeet! Now defeat that guy. I forgot its name, but Yeah, I defeated. 昨日、そうですね。ロッドを獲得したので、Wait, you can freeze time? はいはい。アイスフリーズローブに使うことができます。はいはい。Got damaged. アイス相手だから。そうですね。弱点をつくことによって、ウィークポイントゲージを一瞬で削れるように。Alright, now time to use your final smash. なんか継続的なダメージが入ってるんですね。そうですね。It's the X button. と、あとは、BAM! 草が生えてるところですと、ファイヤーが炎症。あーなるほど。Oh, you can, yeah, of course you can get new weapons. ブレスオブザワイルドで、まあ、化学兵器という言い方ではないですけど、まあ、そういった反応が人によって変わったりしたと思うんですけども、それを今回無双流にアレンジさせていただいていますので、yes, dude. はい、あの属性によって、まあ、よく効いたりっていうところが違いがあります。 Hey, there's Zelda. なるほど。はい、She's there too, not doing shit. 今アイスロッドも拾いましたね。そうですね。で、獲得したアイスロッドなんですが、先ほどは敵に I just saw like dark malice or whatever. しましたが、もしかして水場に、はい、放つ反応して I see all that pink. 敵を殲滅。All that malice. 地形も本当使いながら、そうですね。戦っていくっていう形になるんですね。Get the 200, come on. 強敵の特定の行動に。シーカーアイテムでカウンターができるというのが、like、a combo or whatever. はい、マークが出てる、はい、鉄のハンマーをマグネットキャッチで Oh, there's 200! Oh, it continues on! 投げ返す。なんか選択中はちょっと画面がゆっくりになるじゃないですか。はい、それもなんかちょっと、今出てるタイミングですね。 throw it, throw it. マグネットキャッチのマークが出てるタイミングだった。いい距離で使おうとしてくれたんだとなるほど。 BAM! And here, Link, bam! Nice, let's go! It's already filled up again? I see it though, top left, like really? Wow, cool! ウィークポイントの削り方って、プレイヤーの方の、まあ、その好きなように、まあ、ロッドモンスターはロッドでもいいですし、みたいな形で、あのラッシュでちゃんと敵の攻撃をかわして倒したい人はそれでもいいですしって感じ。お、ガーディアンバトル、let's go! コログの花も咲いてましたね。今日はここの辺までにしておきましょうか。この辺はあれおや、あでもこれは回避ジャスト。Perfect shield。ここまでぐらいですかね。でもこれもいるということが分かりましたね。Swing at the legs。なるほど。します。お出てる。おドルーク。ドルークゲームプレイ。ダルケルです。はい。で、They're at a Koron City or whatever。本当だ。持ってますね。ガンクダキですね。片手や。ビッグボーイドゥルーク。ビッグは両手武器として使っていましたが、ダルケルはその力で片手でブンブン振りまして、文字通り無双できるアクションですね。マグマの力を呼び覚ます。そうですね。リンクが弓攻撃をしていたようにキャラごとの特殊アクションがありまして、ダルケルの場合はマグマの力を呼び覚ましてさらに敵に追撃を加える。Yes, ドゥルーク。My boy, Daruk. でもなんか遅いのかなって体が大きいしと思ってたんですけど、転がると速いですね。You have three characters on the screen, so you can switch between those three characters.
But Ayo, if I ever pick up this game, I'm not gonna play as Link all the time. Sometimes I'll play as Link, but most of the times I'm gonna play as the champions and Impa. Definitely. 攻撃の中でマグマを出しながら、そのマグマをさらに活性化させて、追撃させて、Yo, Daruk looks so nice. 戦っていくというような。Can't believe you know they're gonna kill him. After. ゴロン隊長もいますね。Yes. でガードした場合に守りの力がそうしていまして、はい、アルケルの守りが、うん、You're gonna have to dodge and stuff. もともとあるマップをこうやってゼルダムソーバージョンにしてるわけじゃないですか。そうですね。お、クレトネス、やっぱり普通のマップ作りと違います。そうですね、やっぱり皆さんに思い入れの深い場所だと思いますので、Break that shield. I want to see Daruk's power. はい、ゼルダチームの監修いただきまして、はい、Boom. はい、再現して、じゃプレイできるようになったら、はい、見えるところも、奥に見えるところも、is it? 見たいと思います。Wait, is that it? Oh, that was a special power. So I don't think you have to fill up the yellow gauge for that. I think the yellow gauge is something else.Either that or I'm just wrong or whatever. You're gonna have to like, get the other ones. Breath of the Wild, this is the last one. The last one is the last one. Oh, giant bomb! That's a giant fucking bomb. The situation is the same.あ、これがそうですね、モリブリンの鉄のハンマーを That was a big chunk of health too、はい、そっか、ダルケルの場合もまたちょっと違うシーカーアイテムのアクションになるんですね、はい、ぐるぐる回って敵の鉄攻撃を跳ね返して、うんうん、Dodge Come on, Daruk、多分今一生懸命ラッシュをしようとしてた気がしますねあ、でもいいですねおこれで、リレーを一つ取ったのかな、はい、あこの辺りは一つクリアするとまた敵が出てくるという Oh yes, roll them over! 次の目標に Run a train on, I mean pause, run a car on them そうですね、結構マップ広いからその近くにいるキャラクターに交換しながら遊んだりとかっていうそうですね切り替えながらやっていくんですよね、はい、And then you have the fire choo-choos as wellAll right, back to Impa. Hey, glad I saw some Daruk. Oh, never mind, it's back. glad we see some Daruk gameplay now. See more Daruk gameplay. それでもまたそのキャラクター切り替えて助けに行ったり。そうですね。近いところのキャラクター。This game's gonna be amazing. I just know it. 切り替えてすぐ駆けつけて。ああ、旅を直してくれるのに。あ、またファイアビズ。Also unrelated, I can't wait for the Pokemon information and a new Smash character. But for now.This Hyrule gameplay is just so good. So fucking good. yes, my boy Daruk. 拠点ごと破壊しましたね、今。あ、今ちょうど。あ、今ちょうど出ました、はい。クールタイムがあったので使えなかったんですが。Oh, he's gonna use his power now. Wabam! So that was his power. Was it? Probably. Yes! Yes! So the gauge is actually filling a little bit slowly, but it's still filling. So that's it. Yeah. For juice, you'll need to use the gauge.そうですね、はい、うん、人間にリンゴボタンも気になるんですボンボンボン回復アイテムとしてリンゴを携帯することができまして、はい、それで強敵との戦いの中で、はい、2位のタイミングで回復できて、うん、あここ今ちょっと火山弾が火山弾が発生してやばい、はい、ダルケンのまま駆使してはいはいはい通り抜けてGonna see Daruk's protection for this.
なのであのキャラクターごとの能力を駆使して、得意な戦場で戦っていくというのが有利なポイントになります。あ、じゃあもうここ通るときはナルケルみたいなのがあるんですね。 Lost the heart because of that stupid thing, but it's fine. 敵もやはりこの場所だったわ。 I totally forgot about that they can do that. Oh, 強そうなのか。 Another Moblin? Alright. 新しい魔物になると。はい、炎の力を帯びたモリブリを。モリブリ。スラッシュ。あの通常のモリブリよりも強力な個体になっていまして、here's where he 炎の力を使って。This is where you die. That's what I'm gonna say. この場合もやっぱり弱点とかはあるんですか？そうですね。あの先ほどファイアイ、this is where you fucking die. を駆使したようにですね。と弱点となる属性を使うと、be eliminated from this world, peasant. 露出しまして、さらに。あ、はい、なるほど、wow. 爽快ですね。 It's like their special moves just instantly one hit kill them. No, I mean not one hit, like half of their health is just gone and just finishes them off. Alright, back to Impa, I guess. 今回まあ拠点を3つ、まあ、制圧しなきゃいけないの で、はい、キャラクターが今3人プレイアブルですんで、次はじゃあ今度インパで次の拠点を取りましょう。ちょっと近いところですね。yes. あ、エルキビズロー、あ、またテクテクしてる。インパの固有アクションで敵に陰を付与しまして、それを自分で獲得することで、どんどん自分の分身を増やして戦っていけます。October 1st, simping on day 1. どんどん攻撃していくと増えて有利っていうことですよね。そうですね。もともとスピーディーな攻撃に、加えて、さらに手数もどんどん増えていくので、やっぱりその特徴として動きが速いとか、はい、そうですね、軽いけどたくさん攻撃ができるとか。そうですね。で、さらにどういうプレイをしていただくかによって工夫でどんどん強くなっていくというのが、はい、キャラクターを使いこなしていただくコツですね。叩き込んでいる。今もこうインパのリモコン爆弾、打ち上げ花火みたいなのを、はい、ね、なんか上で爆発しましたね。本当いろんな素材が手に入る。もともとのなんか、ね、ここはあそこだと思うんですけど、ここはそこですね。手に入ったものが、素材が手に入りますね。デスマウンテン。Also hear some noise, but my brother's home. Oh. あの素材も強化とかに使える感じなんですか？ It's like a thunder wand. Holy shit. 戦いと戦いの合間に、bunch of thunder. Bunch of thunder.はい、のために素材を集めて使っていきます、さあ、拠点前まで来ましたね。そうですね、2個目の。いる。お、先ほどの。ああ、あの敵のウィークポイントゲージを露出しているときに自分が分身が多い状態ですと、すぐに敵のゲージを削れるので、ボスと戦い、強敵と戦いつつもいかに自分の分身も、同時に増やしていけるかというところが、うまい立ち回りになるのかなというところです。はい、体力ゲージの下にあるのは、はい、体力、あれが、黄色いゲージが、はい、ザザゲージですね。あ、それはもう攻撃していくとやっぱり溜まる形ですね。そうですね、敵に攻撃していくと溜まっていきまして、で、特にインパの場合はですね、お、これが、エクスプロージョン、溜まってない状態の時は必殺技が、違うんですね。そうですね、インが全部溜まっている時はさらに必殺技が強化されました。でももしかしたら倒してる間に溜まるかもしれない。が溜まってると、その下のあの青い部分が、はい、そうですね、溜まってる状態ってことですね。それに3つの陰が溜まって、wow. 陰が溜まってる状態ですと、maybe I don't know. 強攻撃、I literally do not know. あ、今出たですね。
あの印がですね、時間制限で消えてしまいまして、あ、はい、ギリギリ間に合わなかった。ギリギリ間に合わなかった。あ、そうなんですね。今、はい、見せてくれようとしてたと思うんですけど、間に合わなかった。はい、うん、欲しい。なんか時間制限なんだ。ずっと強いわけじゃないんですね。そうですね。うん。でもそれもまた倒していけば印が、そうですね、はい、回収してみたいな、回収しながらうまく印のあるうちに強敵と戦っていく、はい、Man, this game looks beautiful. また印が変わりました。いけるんじゃないですかこれは。 Yes, dude. カメラを調整していただいて分身と一緒に And bomb again? はい、はい、oh, never mind the clones. Oh, yeah, oh, yeah, I saw this. Boom!、はい、で一撃で強敵を倒せるような威力。なるほど、これが決まると一番気持ちいいという状態ですね。多分これやらずに終わってると、あの週明けに開発メンバーから怒られるので、あ、危ない危ない危ない今ゲージ食べてもらいました。 Oh, burned apple or baked apple、うん、はい、で、Never mind. リンク最後です。ああ、back to Link gameplay。 最後拠点3分の2まで来てます。 Link doesn't have his helmet, I see。 片手剣でプレイをお見せしたと思うんですが、はい、今日武器が変えてます。槍ですね。槍です。ちょっとリーチが長い。ナイスリンク。そういう状態ですかね。リーチが長くて、はい、と、まあ、連続攻撃であったり、うんうん、素早い連撃が、はい、得意です。その辺の属性も結構ブレスオブザワイルドの。I don't know if I'm gonna get this game on launch, but I'm most likely gonna get it for Christmas. This looks like a really, really amazing game. 気持ちいい。Oh, nice. 固有アクションの突進攻撃ですね、うんうん、攻撃の中ですぐに出すことができるので自在にコンボをつなげる、うん、これ今武器として槍だと両手じゃないですか。縦持ってないですけど、決まり手が縦サーフィンみたいなのはそうするとできないか。そうですね、縦 あれが、はい、縦を持っている時だけの攻撃になるので、また武器が変わると戦い方も。 Link, you have his fury mode or whatever. その代わりにそのダッシュがあるっていう。そうですね、であったりやっぱり槍の連続攻撃であったりで、はい、1ポイントゲージを一気に削れるという。うーん、その武器は自分でその出撃前というか、出る前に決めるってことですよね。はい、では武器を装備して、さらにあの集めた、And... アイテムだったりで強化して。お、スピア、お、スピアリンク、スピアリンク、スピアリンク、confirm, boys。これ装備はそのストーリーというか話ごとに服装とかは決まってるんですか。そうですね。と装備があの今が100年前のリンクの、はい、ハイディアヘイの装備なんですが、お話が進むにつれて装備品増えていきまして、はい、好きなものに切り替えて戦っていきます。そうなんですね。 They're the fire choo-choos。 ファイヤーチューチューです。チューチューさんたち、yep. ファイヤーチューチューそうなんですよね、はい、And boom, they exploded。 リハで何回もこれボーボーに燃えてました。 Another Goron City。 みんな初見は燃えるやつ、慣れた頃にも燃える。 You know, part of that mountain。 ここステージちょっとあんまり時間的にあまり見れないかもしれないですけど、ここをよく見ていただくと、はい、ゴロンシティ。 I remember this place from Breath of the Wild 1. This was amazing。前のところっていうか、あ、本当だ、あそこに女神像もある。グラフィックス look decent。 今魔物がいて戦いの最中なので、はい、人手だったりは、the chest。 Oh, it's ruby。 ないのですが、はい、I was also 本当だ、 like everything's Breath of the Wild。 Oh, Link up。 Link's getting bodied by these fiery choo-choos。 死なないようにだけ、はい、そうですね、ぜひ。なので戦いの道中の中で、あ、ここはあのシーンだですとか、あの場所だっていうのを見ていただいて、うんうん、ですね。あ、ここからの眺めだと分かりやすい、うんうん、思います。もしかしてあの上の方にもあったりするんです。壁というか岩というか岩というか、あ、あの上の部分も、はい、あ、あ、はい、あ、はい、上にも橋がかかってる、はい、すみません。あ、そろそろ時間と、oh. そろそろお時間ですか。そうですね。All the yellow,
I'm okay. I do not pay attention to any of this. I just pay attention to the gameplay and what's going on. But I see that the yellow objection is to defeat those guys. So I see that now. To defeat the moblins or whatever. That's cool. As objectives. Oh, I didn't even see that keychain. Like, I didn't see that, but that's, yeah, that's part of the bonus set. That's way too adorable. The mini little guardian, aww. The egg boy. Egg boy's too cute. Egg boy's way too cute. Do not disrespect egg boy. Thank you guys for watching the gameplay. Make sure you watch the original link. Subscribe to Game Live Japan, and make sure you watch the original link, which will be down below. The second day of Canes of Hyrule was really amazing. We got Spear Link, we got Daruka gameplay, we got Death Mountain gameplay. We got to see the Guardians. That was a good chunk of info. That was amazing. And yeah, I'll see you guys next video. And I hope I do buy this game. And remember, Pokemon news tomorrow. Later, guys. Thanks for watching. Deuces.